日本における不入の権とは、中世にアジールが外部権力の権力行使を拒否することができるとされた権利のことである。不入権には外部権力の死者の立ち入りを拒否することができる不入権のほか、警察権、司法権の行使を拒否することができる権断不入権などがあった。不入の権とは、冬の権を持つ冬祖伝が加えて国史、 国画からの死者の立ち入り調査をも拒否できる権利を指す。戦地により認められた。後には警備氏及び国画による警察健康士の排除とそれに伴う、省遠領主による警察健康士の権限も含まれるようになった。冬の権を持つ冬、冬祖伝は国士が確認の責任を負い、判電収受法に基づき国画からの判電士が調査を、 行ない反電の対象外であることを確認した。なお10世紀末期において域内に光電を含まない、省園に対しては、県電子による確認を省略できる慣例が広まった。しかし国は臨時雑益負荷のための光電の有無確認を名目として、県電子の立ち入りを行おうとし、これに反発した、省園側は、慣例ではなく不入の権を求めるようになった。 冬が認められるには、個々の電磁ごとに申請を必要としていたが、下作が盛んになるとともに、冬地の一部に含めようとする、荘園側とこれを阻止しようとする、国士側の間で紛争が生じるようになった。また、一国平均薬の導入や、荘園制リレーの冬の対象地の確認をめぐって、国画の介入が行われるようになった。そのため、荘園側は、 不入の戦時を得て国家からの介入を正式な形で拒もうとした。さらにケビン氏が徴税に関する業務を行うことがあったことからケビン氏の不入を求める動きも現れ、結果的にはケビン氏本来の業務である警察権の排除にも発展するようになった。不入の権による警察権排除の動きは、剣断権が幕府に移った後でも守護不入の形で主張。 権利化され、戦国大名による、荘園制度解体まで続くことになった。権断不入は、アジールの自治的権労に基づくもので、外部権力によって、犯罪者とされた者が、アジールに駆け込んだ場合に、アジール内において、捜索検挙することを拒否することができる権利である。伊藤正敏らが、絶対的無援書に分類する、独立性の高いアジールでは、アジール内部で、 独自の剣断権を持っていることが多く、この場合外部権力の剣断権とアジールの剣断権はしばしば対立した。権断不入は、アジールの側が一定の武力を保持していなければ、成立しがたいものであったため、日本における中世の終焉に伴いほぼ消滅した。ありがとうございます。